道の方にね降りてったらまた、次へとかねあっちの方に行きますけど、このまあ2点ね、まあ名阪国道でも行けるわけですけど、さあ名阪国道入りましたね。まあまあ伊賀なんで次の近くも通るし、インターチェンジで次へってあったっけ、伊賀インターになってたような気がするけどな。さあここからです、名阪国道ね。一般国道ですけども、完全に高速と同じような感じですからね。入ってすぐ店の車道の方に抜けていく道もありますけど、まあ、今回はそのまま名阪国道に行きます。
市インターがあるんですよ。伊賀市に入るのはもうちょっと先やったかな。だって取ったら、向かいに入りますよと。ここがね、パッと下り坂のね、カーブになってるんでね、ここ怖いですよ。この車はね、ミスモーションじゃないんで、エンブレムつけないですからね。またね、確か大きくありますんでね。だからね、急にスピードが乗っちゃうところで先にあったりしますからね、大きくが。特に暗いと全然わかりませんよ、やっぱり。まあ、この辺りだったらね、万博の人来るもんないでしょ。大きくもありますからね。で、行っとったら、意外といったね、もうちょい先だと。あれぐらいにスプレーとか大丈夫ですけどね。ここにオーブンがあって、これで、リーダーの名前を南台ってね、これ本当定理大事なんで、これで、ね、入り口のところ見ててくださいよ。はい、今本線にやってきましたよね。はい、終了。あれでもちょっと長くなった。あ、長くしたね。長くしたような気がする。下りか、上りか、上りくらいのちょっと、横返って変えていくときに乗ったりとか、こうか、ここは長くした方がいいですよ。で、このトンネルくぐったら東になるはずです。名阪国道はトンネルの先にカーブが多いですから、こう気をつけないといけませんからね。これなんか、まあまあカーブきついですからね。で、東に入りましたと。そう、この辺りは東の旧伊賀町エリアですね。そうそう、まあ言うとった柘植とかがあったんですね。まあ、伊賀市自体は伊賀上野、旧上野市があった辺りのものが、まあメインの市街地で当たり形になりますけどね。伊賀上野は中をしっかりと紹介することはないのか、一周乗り換えで移しただけですからね、今のところ。別にあるのかな、道の駅は。そうだそうだ、いつも忘れるんですけど、そういえばそういう構造でした。で、この先行ったらこっちにね、また別であるんですよ。ここね、伊賀の空で見えます。で、もう新道とか見えてきましたね。これが、何でしたっけ。未来ね、未来のインターチェンジで、イオンに行こうと思ったら、どこで降りたらよかったっけな。直接イオンに行こうとすることないですからね。大体が伊賀上野のインターで降りて、ブラブラーとね、回って、あ、じゃあちょっとイオンも寄ってこかって流れが多いね。直接イオンに行こうと思うと、行くの？いや、もうちょい先の方がいいよな。別に安排でも伊賀上野から行っちゃってもいいんですけどね。上野のインターからね。なかなかすごいですよね、そう考えると。いや、歴史もあるところですね。あ、そっか、ここを曲がっていくと島ヶ原の方になるんですね。まあ、島ヶ原ね、うちの動画でも取り扱ったことがございますね。ちょっと茶番やりましたからね。そう、関門とか行くときにね、通って。で、島ヶ原のところは何がいいって、昔ながらの駅舎のところで、実は駅員さんじゃないんでしょうけど、なんか、係員さんみたいな、職員さんみたいな人がおって、実は丸つけの発行してくれるっていうね、のを、あれは多分日曜の日中とか、時間限定でやってるんだと思いますけど、観光客の多い時間帯にね。あれはね、すごく趣があってね、もう昔から、だから、今の窓口に更新されてないんですよ。ですから、切符置き場とかもね、昔ながらの木枠のやつでね、あれね、すごくいい味があって、よかったですね。またあそこで買いたいなと思います。また島ヶ原も行きたいですね。やぶっちゃんの湯、今度はね、行くとならまたやぶっちゃんの湯使ってね。で、
ちょっとまた企画のね、切符を買ってとかね、やってみたいなところですよね。JR 西日本は友人のね、改札をどんどんね、減らしますよって話が出てますから、ああいうところがね、残ってくれると趣あっていいんやけどなっていうところもありますね、ですから島ヶ原からいろんなところに行くっていうね、島ヶ原っぽい名前のところ間違えていってもいいですからね、島ヶ原、姉ヶ原、ないな、姉ヶ崎もありますか、何が関ヶ原、あ、関ヶ原行ってみるか、関ヶ原って駅、あ、あるあるある、 JR 東海道線あるのか、島ヶ原か関ヶ原か、あーあーあーありっちゃありやな、行けんことはない距離やしね、うん、検討しましょう。で、行っとったら8時になりました。おお、なんだ、事故ったか、あ、事故ってるね、あ、じゃなく、あ、事故ですね、あ、やっちゃってますね、あ、これ反対側大渋滞ですね、あ、じゃあ乗るインターちょっと考えた方がいいな、インターの入り口で完全に詰まりますからね、こんだけ渋滞すると、あー、完全に事故直後で、まあもう隣は完全にね、反対車線の方はだいぶ詰んでますね、でもこの辺りまでか、でもここから詰むだろうな、あー、で、話題をしておったらと、もうちょい、まあ、言っていいか、広くなりましたからね、これで上野市街に入ってく、小物で降りちゃっていいのかな、上野市街行けますからね、小物で降りたら多分いいかな、請求書、これね、友と生きると書いて友のね、これもまあまあ難読地名ですからね、さあ起きて、まあ、出口って言ってもね、あれも何もありませんからね、 ETC のピーポーンってのもないですからね、そのままですからね、で、A と C だ、意外とイオンが市街地よりもだいぶ南寄りの方にあるんでね、結構早めに一回降りた方がいいです、イオンは入るかな、いいよね、昔ながらジャスパですからね。よし、じゃあ行きます。